セプテムブリソフィアは、ブルガリアのソフィアをホームタウンとする、サッカークラブである。クラブカラーはボルドー、青、白。2017から18シーズンは、バシルレフスキ国立競技場を、ホームスタジアムとして使用。1944年11月5日に、複数のクラブが合併して、セプテムブリが創設された。1945年3月26日にはさらに、 複数のクラブと合併したが、名称は変更されなかった。1948年2月、チャブダルは国防省の体育部門のクラブとなり、名称は TSDV となった。TSDV は後にいくつかソフィアとして知られるようになる、クラブである。同年5月5日、ソフィア1部リーグに所属していたセプテムブリは、同2部リーグ所属の TSDV と合併し、クラブ名は、 セプテムブリプリティ SDV となった。セプテムブリプリティ SDV は同年のソフィア1部リーグで優勝した。1948から49シーズンは新しく A グループとなったトップディビジョンに参加したが、1949年、初めにセプテムブリは分離された。セプテムブリは1949年から1968年まで独立したクラブとして活動。 1959年に2部リーグで優勝し、トップディビジョンに昇格した。1960年にブルガリアカップで初優勝した。1968年にクスカソフィアと合併し、クスカセプテムブリースコズナメに解消された。1988年に再び独立したクラブとなった。1997から98シーズンに2部リーグで優勝し、 1961年以来となるトップディビジョンに昇格したが最下位に終わり1シーズンで降格した。2013から14シーズンはシーズン中に財政問題が深刻化し3部リーグから撤退した。2014から15シーズンは4部リーグに所属しチームは育成組織出身の若手選手に大きく依存した。2015年 クラブは、ブルガリアのサッカーアカデミー入りのオーナーであるルメン、チャンダロフに買収された。2015から16シーズンに3部リーグに所属していた FK コネリアのゲルマン、2016から17シーズンに2部リーグに所属していた FK ピリン、ラズロクと合併した。2017年、リーグ戦を2位で終えた後、入れ替え戦で PFC モンタナに勝利し、19年ぶりとなる。 トップディビジョン昇格を果たした。なし。ありがとうございます。